待って、君が風に舞う髪かき分け。
ラマイチルイエーイ、せーの、ケツメイシの桜ガズレレレシンプル簡単バージョンフルコーラスでやってみました。一応全部やっているんでございますけれどもですね、どうですか。あのメロディーはもうすごいでしょ。あの歌い出しのメロディーとか、シュルリーラーというメロディーとか、ハーナビーラーマイチールとか、もうね、あの辺のメロディーがもうキュッとくるんですよね。そこに来てあのラップです。ラップはちょっとですね、ほんとパズルゲームみたいに言葉一つ一つにこうリズム持たせて、リズムにこうカチカチはめていく感じで、リズム練習としてはすごくいいと思うんで、ちょっとこのことも後で解説しようと思いますけど、取り組んでみてください。フルコーラスですからじっくりいきましょう。ひとまずはね、今のガズレレシンプル簡単バージョンの動画に合わせて練習スタートいただいて、歌詞とコードが出てますからね、合わせていただいてですね、1個目のゴール設定としては、簡単バージョンのガズと一緒にできるようになったら、もう1個目のゴール達成だと思うんです。できるようになった方おめでとうございます。ここまででもなかなかハイレベルだと思いますけどね。はい、できるようになった方はね、次のステップに行きましょう。次のステップは何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってラップして、リズムを生み出して音楽を生み出す。これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初からこの歌詞とコード全部覚えるのはもうなかなか難しいでしょう、これ。だから最初のうちはね、楽譜的なものを見て、だんだんそれを何回も何回もやって、いずれは自分の中で覚えちゃって、大空に向かって桜の木の下でこう歌っていく。こういうのがいいと思うんですけど、まずは楽譜練習行きましょう。でも楽譜ってどこにあるのということだと思うんですけど、安心してください。今のですね、ケツメイシの桜なんですけど、ガズさんはですね、このノートにいつも書いてある手書きの楽譜なんですけど、今日ちょっと悶絶ですよ。見てください。じゃん。はい。作文みたいに歌詞ばっかりなんです。どういうことかというと、見て。このコード進行をずーっと繰り返してるんですよね。なんでずーっとこれです。F、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 G7、G7、Em7 の Em。これずーっと繰り返してもずーっと突き進むんですよ。なので、もう今日こんな感じです。途中で一箇所だけブリッジパートでコード進行変わるんで、そこだけはこんな風に書いてるんですけど、はい。これをですね、皆さんに後でね、このね、画面に映してみんなもこんな風に書いてみたらいいじゃんってシェアしようと思うんですけど、今めちゃ便利なサービス始まってます。これです。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた、ケツメイシの桜を含むガズが今まで取りためてきた膨大な数のノート楽譜のストックがあるんですよ。この中から皆さん毎月5曲、この曲やってみたいな、いいな、この曲で選んでいただいて、手元にね、即座にダウンロードできます。この楽譜って全部ガズレレ YouTube 動画に紐づいてますからね、すぐに練習に入っていきますよという画期的なサービスでございます。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも毎月2回全世界中の方が参加してくださってくれる、ものすごい盛り上がるオンライン大セッションイベント、毎月2回ですよ、オンラインクラブメンバー限定で開催していたりですね、皆さんの演奏動画アップロードできる場所があったりとか、なんかそのガズクラブだけのいろいろイベントが、限定イベントがあったりとか、とにかくここは一個の村みたいな感じで、音楽をいろんな形で楽しもう、いろんな老若男女集まって音楽をガズレレで楽しもうみたいな、そういうことになってます。これ楽譜のダウンロード以外にも一個のね、こう村作りとして動いてますね。はい、これ概要欄にね、詳細貼っておくんでチェックしてください。それとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。このガズレレ大学はもう読んで字のごとく大学ですので、ちょっと難しいリズムのお勉強とか、このフレーズここがちょっと難しいとか、8ビートのこの16ビートのこの指使いだとか、ここのフレーズのこの指とかコードとか、そういうことをね、毎週2回のライブ配信でチャットでやり取りしながらリアルタイムで、講義を行っていくという YouTube メンバーシッププログラムという、YouTube のサービスを使っているコミュニティがあります。これもね、なかなかこれはね、面白いですよ。こっちの方もね、概要欄に入って、貼っておきます。あとはね、他にもいろいろやってるんですけど、毎朝7時半からラジオ放送をやってます。スタンド FM というね、アプリの中で、ガズラジというラジオ放送やってます。これめちゃくちゃいい話してますから、ぜひ皆さんこれ、無料でね、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも残ってますんで、ぜひガズラジもですね、チェックお願いします。こっちも概要欄に貼っておきます。それでは、楽譜を見ていきましょう。桜のちょっと楽譜なんですけど、これさっきも言ったんですけど、ちょっと見てもらうと、2022年改訂版ですね、桜ケツメイシですけど、ずっとループの繰り返しなんです。この FG7EmA7 ずーっとこれなんですよ。もうここからずーっと繰り返し、そしてですね、この歌詞ラップでしょ、ここ1番って書いてあるんですけど、ここはですね、いつものね、こんなような書き方にはもうとてもじゃないけど歌詞が書ききれないんですよ。なんだけどコード進行を覚えちゃったらもうこれでできますからね。このノートを見ていくと、これを確認しながらこの歌詞を歌っていくとですね、ハマりますから、ちょっとトレーニングが必要で、もしね、心配な方はこういうところに歌詞を書いていくといいと思いますね。
はい。そうすると分かりやすいかも。まあなんで今日のガズレレの楽譜としてもほとんどこれ作文みたいな感じになってるんですけどね。刺繍みたいになってますけど、でこれでもね、ちょっとピンポイントがあって、見て、この上にある点とか V、ここがリズムですからね。桜舞い散る中にまた寝た記憶と、君の声が戻ってくる。だってこんな感じで、この点でリズムを測るのがキーポイントになっております。はい。これちょっとね、これから今こうやって落ちていこうと思うんですけど、ガズクラブでこの楽譜そのものをダウンロードしてもらうのもおすすめですよ。はい。そっちを見てもらうと、これ全部ね、この早く言うところとか、この点も全部書き入れてあるし、ここら辺もね、ここほら花びら舞い散る、ここもあのまあ2番のサビの2っていう風にしてますけど、かける2だったりとかして繰り返すんですけど、はい。そしてこっち見てもらう、このブリッジパートのところだけは、ここブリッジパートここだけはちょっとコード進行変わるんで、こんな風にブロックで書いていますけれども、はい、こんな感じになってるんですね。でここは2番のラップのところです。ここ2番の、はい。なんであのガズクラブでこの楽譜をダウンロードしてもらうのもすごくおすすめですけど、ひとまずはこれ写しておきますね。もうほとんどこれ歌詞だけですけれども、はい。じゃあはい、ここまずサビとこれ繰り返しのコード、まずこれが今日重要になるからね、ほとんどこれコードだから、はい。あとは歌詞ですね。でこのちょっとまずサビをこうやって写しておきますね。この点がポイントだからね。でこの後ヒュルーリーラーヒュルーリーラーかける妖怪ですね。こんな感じでございます。はい。でこっから1番のラップ、これが早口言葉、はい。だけどさっきも言ったけれども、この点ですね、ちょっとここ行ってみようか。せーの、さん、桜散り出す、思い出す意味なく、ともり出す、あの頃、また、また、気になるか。そう、気になる。こんな感じで、この白のところにこれがあるからね。これが分かると結構面白い。リズムをカチカチ当てはめるように、レゴブロックを組み立てるように言葉をこう入れていく。これがキーポイントです。で、これくるっと囲ってると早く言うよとか、ちょっとメッセージが入っていたりとかもします。はい。これはちょっとパズルゲーム。みたいな感じで、最初はゲーム的に楽しんでもらって、いずれね、覚えちゃうと思うんですよね。覚えちゃうとっても、やっぱ歌詞の内容まで覚えるのはちょっとあれですけど、見ながらだったらね、面白くできると思います。ガズもさすがにこれは見ながらじゃないとちょっとね、この速さ追いつけませんでした。はい。こんな風にやってます。で、ここ。ね、花びら舞い散る、ここがまたいいメロディーなんですよ。記憶舞い、これ花びらが舞ってるところでね、記憶が蘇るんでね、香りとかね。はい。そしてこれが終わったら今度2番に突入です。はい。2番もバッチバチのラップですよ。同じですね。はい。ここも頭から今度入るんですね。気づけばまたこの季節で君との思い出に誘う、この思い出とか早口だからね、こんな風になってます。気づけばまたこの季節で、うん、君との思い出に誘われ、はい。この点でリズムを読み込む。これはなかなか深いですよ。皆さんちょっとチャレンジしてみてね。はい。ここもやって。で、ここ見てもらうと、これで言ったら、ここ伸ばして、サビ1に行きます。はい。2番が終わったら、サビ1に戻ります。サビ1っていうのはここよ。桜舞い散る中に、ここですね。で、ここまたヒュルイリア、ヒュルイリアをやったら、今度はブリッジパートにジャンプします。ブリッジパートっていうのはさっきのここだけコード進行変わります。Dm とか出てくるやつですね。で、ここ伸ばしてやって、で、ここでコードがちょっと展開してきて、ここ、最後、ここはリズムを戻して、で、ここで伸ばし、Dm で伸ばして、はい、ここ見てください。サビ1やって、サビ2で終わるんですね。この後、ブリッジやったらサビ1だから、またここ、桜舞い散る中にって、ここの、メインのサビをやって、ヒュルリヒュルリやったら、今度、サビ2です。花びら舞い散る。ここが最後に来るわけです。エンディング。そして最後に一回、花びら舞い散るで終わったというのが、まあ、一応フルコーラスアレンジ、ガズレレアレンジバージョンでございました。なかなか今日はこのラップのところ、1番と2番のここがね、やばいことになってると思いますけど、この歌のメロディーのところはすごく気持ちがいいんでね、コード進行も簡単だし、気持ちよくできると思います。桜舞い散る中にとかね、あの辺のところはね、はい。出てくるコード見ていきましょう。今日はね、コード結局8個ですね。ほとんどこの4つですけど、ブリッジパートでこの辺がちょっと出てくるってことなんですけど、ちょっと見ていきましょう。Am, F, G, 7, E, M7。これがほとんどメイン。メインっていうのはさっきも言ったけど、ほとんどこれを繰り返してるだけだからです。はい。で、ブリッジパート。このブリッジパートの3行だけでこれが登場します。Dm と D7 と C と E7 ですね。はい。どっちにしてもでもこれ安心のガズレレな入門コードなんですよ。この8個のコードはガズレレでおなじみのこれ。ガズレレ必須コードです。私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、ものすごくいい動画撮ってます。ここにそのリンク貼っとくんで、ちょっとこれ必見ですよ。今日10個のうちのその8個が登場するんで、遅かれ早かれ覚えちゃいましょう。これ、コードを押さえるのはね、結局簡単だと思うんですよ。この曲はですね、もうズバリ演奏はそんな難しいことはない。
ですね。決めも全くない。伸ばすっていうのがたまに出てくるだけですから。なので演奏は大丈夫だと思う。ただしやっぱり歌とラップ、これはね、もう要はね、これね、本当何回も言いますけど、言葉のね、これピースにこう当てはめていくっていうか、一個の言葉ずれただけでもずれちゃうんでね、これはなかなか面白みはありますよ。ただしね、最初 見るとこれはとても自分にはできないと思うかもしれないんですけど、一行一行やっていくとなかなか面白くて、結構ね、もう夢中になっちゃうタイプですから、ちょっとじっくりね、いや一番だけでもいいからラップとかもチャレンジしてみるといいと思います。でもこのサビのね、桜舞い散る中にヒュルリラヒュルリラとか花びら舞い散るとか、すっごいいいメロディーだし、途中のブリッジパートのあの嘘と僕のか、あの辺のメロディーとかってもうケツメイシってもうほんとすごいですよね。この辺も気持ちよくミックスしてもらって楽しんで、歌をやっぱりね、楽しんでもらうのがいいかなと思います。はい、そんなことをちょっと踏まえながらも、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思います。かっこいいバージョンはですね、出てくるコード進行とかも全く一緒なんですよ。リズムが唯一違います。今日出てくるリズムはこちらでいこうと思います。ドン8ビートのチャでいこうと思いますが、これ実はですね、2018年にやったバッドキのバージョンは16ビートのチャだったんですよね。これね、どっちもね、いいんですよ。ちなみに16ビートのチャでやってみると、桜舞い散る中に忘れた記憶と君の声が、もうちょっと生き生きした感じになるような気がするんですけど、これはね、もともとケツメイシスさんのその音源を聞くと、ドンドンドンと渋打ちでやってる感じなんで、どっちにしてもウクレレではね、ちょっと表現しづらいなっていうところがあるんですけど、一応16ビートのあのニュアンスもあるし、ドン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 なんで、一応4つっぽい感じの印象もすごくつけたいんで、今回はあえてですね、皆さんの8ビートの方が逆に歌には集中できるかなと思って、8ビートのバージョン、8ビートのチャのバージョンでやってみました。これ結構ね、素敵でしたね。ちょっとなんか16ビートだと忙しくガチャガチャ感出ちゃうと思ったんで、8ビートの方がちょっとこの桜の花びらがこう落ち着いてこう舞ってくるようなイメージになると思います。はい。この8ビートのチャの弾き方、ここにリンク貼ってみましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレレホームページで、それぞれじゃない、今日1個しかねえから。はい。濃厚解説動画がそこにアップロードしてありますね。じっくり動画を見て、やってみてください。一応おさらいですけど、C を押さえて、ドン、チャッと押す。リズムキープが、難しいというか、言葉がいっぱい詰まってラップとかやるともう焦っちゃって、どんどんテンポが速くなるんですよ。これ人間って不思議なもんでですね、難しいことやるとゆっくりやりゃいいじゃないですか。だけど難しいことやると焦って速くなっちゃうっていうね、そう性質がありますから、エンジンブレーキかけながら体ゆったりリズムを感じながら、この8ビートのチャのこのチャを感じながらビートを生み出し続けて、言葉のビート、言葉でもね、リズムを刻むんですよ。特にラップのところは。はい。そんなのがすごくね、この、チャとラップのところとか、こう、シンクロしてるのがすごい大事になるんですからね。ちょっとやってみると、桜散り出す、思い出す意味な、思い出す、あのことまた気になる。この、8ビートのチャと言葉のサイクル、カチャカチャと、かっちり合うところが、かっちょよくもあり難しいところで、深いところですけど。ここがまた楽しくてハマっちゃうところなんでね、ちょっとじっくりリズムの面白さもちょっと味わえるかなというふうに思います。はい。で、今日はですね、もう解説これで終わり。さっきも言ったけど、ずーっと8ビートのチャか伸ばすか、もうこれだけなんですよ。決めも何にもなく、淡々とこうリズムを紡いでいく。このなんか、ケツメイシみたいな音楽って結構ループで、ループっていうのは同じコード進行をぐるぐる回す、繰り返しの中でどれだけできるかっていう、そういうね、ブラックミュージックとかレゲエとかのこうルーツの音楽なんで、やっぱ基本的にその決めっていうのはあまりなくてですね、この淡々とこの紡がれるリズムの中での音楽表現っていうのがかっこいいかなというふうに思います。それをちょっとね、再現しておるということで、淡々とこのリズムキープするの、これがまた難しいんですけど、面白い。ぜひチャレンジしてみてください。そういうわけでですね、やっぱこれはちょっとラップのところはね、相当こう修行が必要だと思うんですけど、リズムゲームと思ってちょっと最初取り組んでもらうといいぞということで、さあやっていきましょう。ケツメイシの、あとやっぱこれ忘れちゃいけません、皆さん。ちょっと今言い忘れてそうになっちゃった。歌詞の内容と、この桜の雰囲気、世界観。今ちなみに今演奏してる時にガズのね、お家から桜が見えるんですよ。近所の山に生えてる山桜みたいなの。それをこう、ちょっとこう、たまに見ながらね、やっぱそのフィーリング、気持ち、感情、春を思って歌う。これが肝心になると思いますよ。はい。行きましょう。ケツメイシの桜ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる。ワン、ツー、スリー。
から散り出す思い出す意味なつまり出すあの頃また気になる変わらない香り景色風違うのは君がいないだけここに立つと蘇る込み上げる記憶読み返す春風に舞いながら狂いたまりない言葉まで騒いだて桜木の街で語り明かした思い出はお肉が焼いた明かしてさ詳しいこの出会いは彼それでここまで変わらぬままで探すため君に話したて桜舞う季節に取り戻す残るを刺して君呼び起こす花びら舞い散る記憶舞い戻る花びら舞い散る記憶舞い戻る気づけばまたこの季節で君との思い出に誘われ心の扉と咲いたでも手をすり抜けて花びら届けしました。いやー、美しいサビのメロディーとこのラップのねこの対比、いやー、これはですねもう夢中になっちゃうと思いますよ皆さん。これ練習始めたらですねもう時がねもうあっという間に流れるぐらいでこう集中できるねすごいいいコンテンツだと思います。皆さんこの歌ね気持ちよく歌えるようになったら素晴らしいと思います。練習スタート。さあ、ポップアップショップです。ガズも行きますよ。ガズが出没するのは4月20日の13時半、ぐらいにね、ちょっとトークショーみたいなのをやろうと思うんでぜひ おかけつけてください。 G ラブウクレレ全てのモデルの、ね、思想ができます。そしてあとですねガズレレ G ラブニュースタップの、せいちゃんによるですね初心者体験レッスンもありますんでねこれもねぜひ皆さんどしどしお越しください。はい、そして、ガズの本 GGD ご機嫌ガズレレーズ予約よろしく
しくね。はい、そしてガズレレではですね、リットミュージック社さんからですね、こんなようなウクレレソングブック5、もうこれ5とかなってますけど、いっぱいね、楽譜の本を出版しているんですね。はい、これも出たばっかり、ちょっとちっちゃいハンディ版とか、もうめちゃくちゃ出てます。アマゾンでガズレレとか検索していただいたりとか、書店さん、楽器店さんなどでも取り扱いがありますので、ぜひチェックの方よろしくお願いいたします。あと、そしてですね、ガズレレのこのガズレシピっていうアプリがあるんですよ。アプリでも楽譜が見られるようになってますよ。今度こっちの楽譜はね、かっこいいバージョンも入れられたりして、いるんですけど、これアプリ皆さん、ダウンロードは無料なんでぜひしてもらいたいんですけど、書籍版も出てますんで、こっちの方も合わせてよろしくお願いします。はい、そしてですね、皆さん、ガズレレがいつも使ってるの、ここに水引きがついていたり、キャップかぶっていたり、T シャツとか、もう、このウクレレストラップだとか、いろいろ楽しいグッズがあるんですね。ガズレレ公式ホームページのこのバナーに行くといっぱいその案内があるんで、ぜひ見てもらいたいなというふうに思います。そしてガズレレの親戚としてですね、ガズピアノっていうのをやってます。はい、ガズピアノ。誰でも簡単にできる、ガズレレやってる方だったらね、もう本当にすぐできる、ガズレレのガズが発明した弾き語りに特化したピアノの弾き方レッスン動画公開してます。ちょっと別のチャンネルになるんですけど、ぜひこっちもね、フォローしてみてください。はい、そんな感じでですね、もうあっちからこっちから音楽を楽しんじゃえということで、日々活動してるガズでございますけれども、結局この活動で音楽やると楽しいじゃないですか。楽しい人がどんどん増えていくと、楽しい世の中になるんじゃないかなと思って、音楽は聴くのも最高だけど、やる方がもっと最高。この考えを広げていこうと思います。ぜひ皆さんね、どんどんご活用いただいて、音楽楽しんでいただければというふうに思います。はい、よろしくお願いします。さよなら、バイバイ。